昆布駅は、北海道磯谷郡蘭越町昆布町にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は S26。電報略号は古府。事務官コードは13104。1976年の昆布駅と、周囲約750メートル範囲。左が、おしゃまんべ方面。平府駅と、ほぼ同系の、 少しずれた形の相対式ホームと対比要中線を有する二面三線で、駅舎横のオシャマンベ側にすでに貨物取扱いが廃止になっていて放置され、上屋もなく草むして、見分けのつかなくなった貨物ホームへの引っ込み線が残されているが、こちらも1983年までには撤去された。駅裏のオシャマンベ側にある木工所に向かって、 クッチャン側から側線が大きく膨らんで引き込まれている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成所在地名より、アイヌ語に由来するとされるが正確な由来は不明である。一説には、トコンポヌプリから、とされるほか、太古津波があった時、山上に昆布がたくさんあったという伝承から、コンポヌプリと呼ばれたとする説もある。 ホーム端式一面一線ホームを持つ地上駅。くっちゃん駅管理の無人駅。1日の平均乗降人員は以下の通りである。山間にあり、近隣にある温泉へ向かう当時客向けの待合所が駅前に設置されていた時代もあった。ありがとうございます。